どうも、メンディーです。2018年が始まりました。今年もこのムーブオン、少しでも皆さんと一緒にいろんなところに回って素敵な、記憶を刻んでいきたいと思います。ということで2018年一発目スタートいたします。2018年一発目第34回目のムーブオンは、世田谷の小京都と呼ばれる烏山寺町の旅をお届けします。はじめはこちら、日蓮宗妙憂山広隆寺。もともとは徳川家康の祖母の祈願で、静岡県浜松城の近くに建てられていました。その後、江戸時代になって徳川家康が江戸に上り、江戸城に住むようになった時、神田の湯島に移り、その後浅草に移転した後、関東大震災で焼失、今のこの地に再建されました。徳川家と縁が強かったこともあり、江戸時代にはこの辺りでも有数の規模の大きなお寺だったそうです。境内にはお堂もあり、この加藤清正を祀ったお堂は関東大震災の被災を免れ、当時のままの姿でここに残っています。そしてこのお寺には、日本の国歌君が代に登場するさざれ石を見ることができます。さざれ石という名前を耳にしたことはあっても、実際に自分の目で確かめたことがある人は少ないのではないでしょうか。久しぶりにね、この町に前降りたというか、前戻ったというか、私烏山育ちなので、なんかこうあまりね、意識してきたことが数回しかなくって、まあほら、こう観光地に住んでる人がわざわざ観光名所に行かないのと似ているのかもしれないけどね、こう結構なんていうの、小京都みたいな感じというか、もちろんその京都まではね、遠く及ばなくても、あのね、寺や神社の数にはかなわないけども、こう街を歩きながら、風情がこうなんていうんだろうな、都内、東京っていう街の風の匂いとはちょっとまた一味違うようなね、感覚を味わうことができるっていうのは、やっぱりこの五感で覚えていたので、ちょっと年始めにね、こうやってまいりまして、でやはりお墓もあるので、年始ということでね、こう家族連れで、まだね、これ撮っている日は年が明けて1週間と経っていない時期なので、ね、ちょうどこう連休最後のあたりに家族でお墓参りに来ていらっしゃる方も多いんじゃないかな。でこう幼い頃におじいちゃんにおばあちゃんに手をつないで連れられて来た思い出っていうのは、今日のなんかこういう、なんて言うんだろう、木漏れ日の中の影落としみたいな感じで、思い出って刻まれているもので、きっとね、大人になってから子供たちはいい思い出になるんじゃないかな、なんてちょっとだいぶキザに語ったけどでもね、本当に大人になってからこの場所の
なんて言ったらいいんだろうな、ちょっと不謹慎かもしれないけど、渋みだったりそういう、うん、本当の良さみたいなのが分かるような場所かなと思います。私も本当に久々に、もしかしたら20代は来なかった、10代の頃以来だからね。なんか今の方がこうしっくりきます、五感に。それにしてもいい天気。見渡す限りの寺でございますわね。そう、ここ、ここ前来たの10代の時、10代前半かな。こちらは浄土真宗本願寺派天狗山妙有寺。1266年に一遍承認によってこの地に建立されました。寺は一度戦災によって廃絶しましたが、その後1625年に浄土真宗の僧良頓が渋谷に寺を復活。その後太平洋戦争によって寺が焼失した後、現在の地に戻り今日に至ります。1962年に建立された本堂はインド様式で、周囲のお寺とは一味違った外観でありながら、不思議と人を引きつける魅力を感じます。そう、ここ、ここ私が13歳の時か来た記憶がある。中学校2年生の冬でした。なんかどことなく本当に日本離れをしたねえ建物で、やっぱそういうお寺の、各お寺の由来だったり歴史っていうのが各々違うっていうのが、きっとこういう建築物のね、デザイン形だったりそういったもの一つとってよく見て取れる。寺町っていうねくらいだからいろんなお寺があるけど、なんかこうもちろんその宗派だったりお寺ごとに思想だって違うわけで、もう私はほら無宗教なんだけども、それでもやっぱこう見て取れて体で感じることができるな。これもきっと大人になったからかしら。いやなんだかこう都心に住んでると車が通り過ぎる音なんてねあんまり気にかからないんだけど、本当に静かな場所だから車一台通ると、ああ車が通ったみたいな感覚になるのよ。いや本当にちょっと不謹慎かもしれないけど、寺のアミューズメントパークだね。またすごい佇まいの、すごいね。行ってみましょうかね。
こちらは法華宗本門流本覚山妙樹寺です。1631年に創建された当時は台東区の谷中にありました。他のお寺と同じく関東大震災後にこの地に移ってきたのです。境内に入るとすぐに宮沢賢治の雨にも負けずの紙碑が置かれています。宮沢賢治は熱心な法華経信者だったそうです。そしてここには東日本大震災で落ちた大灯籠がそのままの姿で残されており、地震のエネルギーを感じ取ることができますが、そのすぐ横には1923年の関東大震災に被災した梵鐘がその当時のままの姿で置かれています。この梵鐘には震災による大火災でできた大きな穴が開いており、当時の被害の凄まじさを今に伝えています。静かで物音がしない本堂は、ここが都内であることを忘れてしまうかのようです。また本堂に併設されている屋敷は、世田谷区指定有形文化財となった木造2階建ての立派な建物です。圧巻。すごい。これはね、絶対にその性能のいいマイク使ってもカメラ使ってもね、どうしても伝えきれないものがあってね、それをなんか特に感じ取れる場所、なんだろう、もう風が吹いていくじゃなくて、風が前を通り過ぎていくっていうような感覚で、かすかな風も大きな風も私の目の前だとか真後ろ真横を通り過ぎていくっていうような感じがあります。なんかこう全然そういう霊感的なそういうことじゃなくて、本当にこう何がそうさせるのかなって思った時に、やっぱりこの木造の建物がこう歴史を超えて、なんかここにあることで自分もなんかそういう時間だとか、そういうのタイムスリップ、タイムスリップって一言で表すのもなんかすごいもったいないんだけども、とにかくいろんなものを超越してこう一つ確実なのは、この地球っていう地面に立ってるっていうことだけ、あとはもう本当に何とも言えない、風に包まれて息をしてるっていう感じ、2018年1月のムーブオン、なんかこう寺町を進んで奥底の方にたどり着いた時には、なんかすごくこう、いろんなものを超越してこう、なんかこれからまた2018年の日常に帰っていく自分が、何か絶対にお金では買えないで、お賽銭を投げても得ることのできない
すごく大切な感性だとか五感だとか、そういったものをなんか身にまとって、また自分のやるべきこと、帰るべき場所に帰っていけるような、そういう気持ちです。いや、なんか今年はいいことありそう。 これはね、私がね、私の口から私がこう体現してお伝えできることにはやはり限りがありますので、そしてね、絶対にカメラでは伝えきることのできない、映像では伝えきることのできない、私の感じた風、空気感、そしてこの時間や時代や次元、そういったものを飛び越えた地球の地面を、ぜひ皆さんその足で一歩一歩ずつ踏みしめて、今日のこの素敵な寺町をぜひ堪能していただければ幸いです。これはあくまでもね、今回はその足掛けに、皆さんへの足掛けになれればなって心から願っています。また来月以降もね、その都度その都度全く違う旅になるとは思いますが、皆さんもぜひこのムーブオンにその五感を委ねてください。今年もご一緒に素敵な旅をしましょう。それではメンディーでした。2018年もよろしくお願いいたします。星屑の代わりに降り出した雨。向かうため。